かわいい。こちらこそ。さっき、ん？今日載せた写真、X とインスタに。おしゃすぎた。やったー、ありがとう。コーラ美味しかった。可愛かった、嬉しい。なんか久しぶりに、なんていうの、プライベートのなんかそうお出かけみたいな写真のした気がして。まあ、でもあれも先月なんですけど、みるちゃんと行ってきたやつで、そう楽しかった。みーちゃんもすでに写真載せてくれてて、さやし店のおみるちゃんもぜひ見てください。とっても可愛いから、うん、ちょうど寝ようとしてた。本当最高に可愛い、ありがとう。スキビジュやった。うん、さあちゃん、みーちゃんかわいい、やった。プリティキャキャやったね。たわリオピ、ありがとう。今度でもいい？ごめんね、今日ちょっと書くものが違うの。そう、こないだ配信、こないだね、配信をした時にこう、一昨日の夜、そのもうちょっと前、昨日一昨日の夜に配信した時にいろいろお話しさせていただいたんですよ。でもすごくこう伝え方がさやもちょっと難しくって、こう言葉って難しいなってすごく思ったから、もう一回言う。なんかこの間は難しかった。なんかわかんない、難しいんだけど、なんかなんていうのかな、この間はすごくお話し会の話とこうショールームのギフトのこうくださる話をこう並行してお話ししてた気がするから、すごくこうちょっと受け取ってもらい方がちょっと変わっちゃったのかなって感じてて、なんかこうこれからね、でもタワーはちょっと絶対書きたいから書かなくて大丈夫だよとかじゃないの、今日は書けないかもだけど、じゃなくてこうなんかこうショールームのギフトに関してはこう今までみたいにこうタワーは書くけど、前よりもちょっとこうお話、タワーくださった方に対してのお話とかの時間がちょっと減っちゃうかもってお話をしたんですけど、それはなんかタワーを投げてくれるのが嫌だとか、タワーじゃなくてお話し会に来てよとか、そういうわけではなく、なんかこうこれはこの間の配信でも話したけど、イベント後とかにさやは配信することすごく多くて、ライブの後とかお話し会の後とか、なんかそういう時にこうイベントの後だとより一層話したいこととかがいっぱいある中で、こう例えば11時半になっちゃったから時間ないからタワー書かなきゃってなると、お話しする時間とかがすごくなくなっちゃって、でなんかさやは大前提こうなんていうのかな、ギフトをいただくのもすごく愛だからめちゃくちゃ嬉しいんですけど、みんなとコミュニケーションを取れたらなって思って
配信してるのが自分の中で優先だから、こう何がなんかこれからはちょっと減っちゃうかもっていうことを伝えたかった。うん、でもパワーくれるのもすごく嬉しいし、これからも書くっていう、なんかこうメンバーによってそれぞれこうさ、タオギフトの読み方もタワーを書く書かないとかも違うけど、さやは書くっていうのは、まあでもそのメンバーとコラボ配信した時とか、こうこれはこの日はどうしても書けないとかあると思うんですけど、それは今のところはまだ変えないのでっていうのを伝えたかったです。うん、っていうのと、あとはこう自分もアイドルさんをずっとの海に入る前、こう現場に行って応援させていただいてたから、こうすごく自分がアイドルを応援してた時の気持ちみたいなのもすごくある、分かってるって言い方あれだけど、だけどこうそれぞれ推し方みたいなのはバラバラで、こう時間とかお金とかたくさんのものを費やしたりとか、応援してくださる形とかもすごくバラバラだと思うんですけど、全部本当に嬉しくて、でもさや自身もこう皆さん、応援してくださる皆さんからいろんな言葉をいただくたびに、何を優先したらいいのかわからなくなってしまう時がやっぱりちょっとあるんですよ。私言葉もすごく難しいから、今もちょっとって感じてる方も多いと思うんですけど、こう配信が楽しいと思ってくださる方もいれば、ライブが楽しいとか、直接対面で会えるのが楽しいとか、ごめんね、お話し会が楽しいとかバラバラだと思うので、どんな形でもこう好きって思ってくれたりしてくれて、それこそ SNS のコメントしてくれたりとか、そういうのでもすごく力になってるから、なんか一つ一つのことを大切に、みんなのこと大切に活動していきたいなって思います。です。こう、なんだろう、この間も言ったかもしれないけど、タワーよりもお話し会に来てほしいとかたまに言ったりとかするんだけど、でもみんながさやに話したいとか、これらお話し会に限らずライブとかそうだし、会いたいとか話したいとか思っていただけるように、これからも頑張るし、さやとか、さやに会ったり、ライブ見たりの意味のさやと話したりとかする
ことでみんなが頑張れるようなそんな存在になりたくて、うん、だからそうなれるように頑張るし、うん、自分がお話し会っていうものをまあオンラインだった、オンラインしかなかった時とかもすごくあるから、ノエミエで活動してきた中でそういうのでもすごく自分の中で思い入れがあるっていうのもあって、それをこう主張しちゃうこととかもすごくあるから、でも皆さんがこうどの SNS だったり配信もだしね、インスタとか TikTok とかなんかいろいろ X とかもだし、現場が好きって方もいれば、逆にさ現場には行くけど SNS はやってないよって方もたくさんいらっしゃるし、こういろんな形で応援してくださってる、全部が嬉しいから全部受け止めて愛せて、それぞれ愛の大きさとかも違うかもしれないんですけど、みんな以上に愛をお返しできるように頑張りたいなって気持ちです。うん、そんな感じ。わかんない、今日もうまく伝えられなかったかもしれないんですけど、でもちょっと正直、本当に正直結構ギフトのこととかでいろいろ言われちゃったりとかすると、なんかあんま配信したくなくなっちゃうかもしれないから、うん、みんなと楽しくこの時間も大切にしていきたいです。ずっと本当にノイミーを始めてからずっとショールームは、頻度とかはさこうあれかもしれないけど、あれだからやり続けてるものだから、ここもすごく大切なの。こちらこそいつもありがとう。それが伝えたくてちょっとの時間だけど配信しました。うん、これからもなんかちょっと雑談だったりとか、メイクしてるちょっと鏡で隠しちゃったりとかそういうことも多いと思うんですけど、なんかこういうなんかプライベートじゃないけどさ、些細な時間とかもなんか楽しく一緒に過ごしたらいいなって思って配信してるので、そんなさやも見たいなじゃないかもけどさ、こうステージで立ってたりとかこう歌って、そういうのじゃないさや、わかんない、言い方が難しいけど、なんかこれからも楽しい時間を過ごしたらいいなって思ってます。そんな感じです。ごめん、今日はちょっとランキングとかは読めないかもなんだけど、うん、ありがとう。今日も聞いてくれて、ちょっと切り抜きだけはやめていただけるとごめんなさい。きっといろんなさやがこう考えてる分でもうまく伝えられたかわかんないけど、みんなもそれぞれいろんな考え方があると思うけど、こんなさやだけど、これからも24歳も応援していただけたら嬉しいし、そうやって大切にしてくれる
みんなのことをさやは大切にしていきたいなって思います。だし今月はライブもないからあんまりね、ライブもなかったりとかするので、こういう配信だったりお話し会とか大切にしたくて、だからこれからも大切にしていきたいです。以上です。ありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ、ありがとう見てくれて、おやすみ。